さあ内村、もう一度だけ人を信じてみたい企画。お金貸します企画。ああ募集してるやつだあれ。以前の放送でこんな話があった。まあ、これからお金貸せ、知らない人にこうやって見て、あこいつは大丈夫、勝てるって判断できないって。外見だけで人は大人しそうな顔して腹黒いやつはいくらいるんだ。内村にお金を借りたい人を募集したところ約30名が集まった。これって無理し歌うもう一度人を信じてみたい企画、借金救済オーディションの日がやってまいりました。やだよ、だってこんなの無利子無担保でさ、しかも連絡先を消すとか言われてんだぜ。人を見て私は判断しますから、いくら貸すっていうのは ね、何人とも決めてません。何人貸すという信じられる人の人数次第です。はい、一番の方どうぞ。借りたい理由は本格的なミシンが必要だから、ミシンが買いたいと。あ、はい。なるほど。ご希望の金額はどのぐらいでしょうか。できれば30万のミシンが欲しいので。わかりました、はい、あなたを取りました。お、十五さん、はい、借りたい金額は50万です。お前な。今度の12月の4日にお母さんとお父さんの結婚記念日なんで、うん、ちょっとハワイ旅行に招待っていうか親孝行しようかなと思って。なるほどね。それで私のお金を借りたい。どうやって返済。近所のおばちゃんの肩叩きしたりして返せるのはいつになるのかな。1回1000円もらえるんで。1回1000円か。1回1000円。もう1万ぐらい溜まってます。叩きまくれよ。借りたい金額はいくらぐらいですか。大体最低で50万。どうやって返してもらえるんですかね。あ、私が退職、60で退職なんですけど。え、今おいくつですか。今24です。24ですか。はい。もうその時は私66。それとも競馬でもやる。やめとけ。鉛筆でこののしを書いた感じ。うお、これなんですか、うっちゃんマシンっていうのは。借りた金額はどれくらいですか。80万円から100万円、うん、使い道は商品撮影するときにですね、うん、大型カメラが必要なんですよ、うん、それでその機材一式、そのカメラの機材ね。これはいつぐらいは返せるんですかね。まあ余裕を持って言えるのは、まあ、2年後今アルバイトやってると、はい、借りたい金額はどんくらいですか。大体20万円ぐらい。8月末までには全額返せる。あ、返せます。それどうやって返せる。どうやって言うのは恥ずかしいんですけど、ホモビデオに出て、はい、それで、うん、まずギャラが10万円はもらえると思うんです。はあ、ほら写真撮っとこう。三重県からいらっしゃったんですか。はい。借りたい金額は。金額は2万なんです。2万でいいの。理由は伊勢まで帰る代金を。あ、うん、今日も電車賃。借りた金額は78万。来ましたね、78万。バッグ買ったお金と指輪買ったんですけど、その指輪を返したくはないの で、そうです、俺から借りたいと。ご主人には内緒。知ってます、来てます。ご主人もそうしろと。借りた金額は355,545円。返済はどうやってやるんだ。返済は今予備校じゃん。あ、大学行ってバイトで。俳優目指してんだ。で、借りたい金額はどのくらいですか。そこに20万ちょっとなんですけど、うん、お前16の割にはなんかどっしりしてるぞ。構えが。ねえ、借りたい金額は5万円。使い道が。お年玉を使ってしまったんだ。はい、子供から預かっといたお年玉を。よくあることなんですけど。よくあることじゃない。ダメですよ。フリーター。はい。うん。借りたい金額は100万。借金は、してないんですけど、うん、この機会に一度100万借りて、うん、うちわっていうか扇子みたいにして、はいはいはい、うん、こうやってこう仰いでみたい。仰いでみたい。夏だし。それで使わずに100万を返すと。はい。借りた金額は20万円です。20万円。親友の別れた彼氏が
あのお金をキャッシュで勝手に下ろして持って行ってしまって。持ち逃げしたの？その返済のためか。はい。え、友達水商売に入ってしまったの？はい、借りてたお金も入ってたんで、それで水商売に入って。友情ですね。友情で。美しいですね。20万を私から借りたいと、はい、無職。そうです。借りたい金額は、あのね、100万でも200万でも大きな声ほど。どういう風に使うんだい？ボクシングの方で世界取ろうと思って。あ、ボクシングやってんだ。返済はどうやってすんだ？返済は世界取ったら。世界取ったらフリーターですね。借りたい金額は、わあ、少なくとも10枚貸していただければ。10枚。20ぐらいあれば社会復帰できる。社会復帰。1ヶ月後には返せるということですけれども。もう今月ガンガン働きます。8月のじゃあ20日ぐらいだったら全然大丈夫なんだ。あの気分的にはその方向で行かせて。なんかお前を見てるとやめていった小峰のことを思い出して。借りたい金額は、私はそこに100万円と書いてしまいました。100万円返済方法しました。特に考えてないんですか？特に考えてないんですか？お金を貸すにあたり内村は来月の20日、24時間テレビの日を返済日と決めた。合格者の皆さんどうぞ。ではどうぞ。合格者の皆さんです。まずあなた、ミシン。ありがとうございます。20万のミシンにしちゃったけども。はい、ありがとうございます。来月の愛は地球を救う24時間テレビの深夜やるんです、これを。え、愛は地球を救うに持ってきてください。私を救ってください。ご両親2人だったら20万あればなんとかハワイに行けるから、はい、とりあえず20万貸すから、20万円分肩を叩いてくれ。君が一番心配だ。君は80万って言ってたけども、はい、とりあえず30万にしてみた。あ、そうですか。頼むぞ、はいはい、30万、はい、お前にかかってるからな。はい、はい、あ、ありがとうございます。信用ぞ。お前はホモビデオで返すとか言ってたけども、ホモビデオで返すんだったら俺は貸さない。本当に真っ当なバイトをして返してくれるんだったら10万円貸そう。ちゃんと真面目に働く。真面目に働くか。2万円だ。はい、それで田舎帰ってくれ。家帰れるよな、はい、そして持ってきてくれ。はい、その時帰りはないとか言うなよ、また。どうしても指輪返したくないんですね。40万あなたに貸しますから、はい、返してください。奥さん、子供の信用を回復するため5万あなたに貸しますから、はい、お前だ、はい、いいか、お前が今回一番金額が高い100万だ。いいか、お前は100万をただ触りたいって言ったんだよな。はい、ただ内輪にしたい。ちょっと内輪にして使わないんだよな。はい、持ってこいよ。もしかしたら出るしたら変わったりとかしたらどうしましょう。もう絶好だよ。絶好ってな。もう遊んでやんない。私はあなたの友情に心を打たれました。はい、20万貸しましょう。ありがとうございます。貸してくださいよ。ありがとうございます。いいか、はい、返してくれ。大丈夫です。大丈夫。はい、いいか、俺はお前を信用して10万貸すんだ。大丈夫だな。大丈夫です。バイトでも断られてばっかりなんだろ。あ、もうこれからはバチャシというか。そういったわけで総額257万になります。これから銀行にちょっとお金をちょちょっと引き下ろしてこい。じゃあこれから俺銀行からお金を下ろしてくるから、そしたらみんなお金もらえるから。よかったね。いらっしゃい。ご利用いただきまして、さあ皆さん、これでお金が入りますよ。なんかさ、みんな怪しい顔してるな。あのね、金を受け取ってから変わってきますよ。じゃあみんなに1ヶ月後に返してきてもらう場所で渡します。いいですか皆さん、ここに持ってきてください。日本テレビ G スタ前です。渡すたびにこの人の履歴書、電話番号、住所は一切なんか燃やさなければいけないというシステムになってます。20万、はいはい、あなたの顔と名前を覚えました。忘れませんよ。はい、ありがとうございます。もう名前覚えてんの、ちゃんと。手紙が燃えていく。忘れたよ。相手の名前、住所、連絡先を燃やされた内村。
人一人に自らのお金を手渡しながら懸命に顔と名前を記憶する。いいか、100万というのはこういう金額のものというの、これは君の100万円じゃなく俺の100万円。分かったな。はい、逃げんなよ、逃げんなよ、うーやん、逃げんなよ、大丈夫です大丈夫だな、大丈夫です、逃げんなよ、はい先に10万だ、はい、ちゃんと8月21日は戻ってきてくれるか、みんな金借りに来るやつって調子いいな。それでその愛は地球を救うのをうちら深夜担当するんじゃない、うん、その時にあのジースタ前に持ってこいと。俺最後のやつは危ないと思うよ、10万円のやつ、あの小峰に似たすごい調子いいもん。あ、それ再開します、カサージャンズがあります、こうやってもらってたからねでお前どうすんの、戻ってこなかったら考えてねえや。しかもまだ住所とか電話番号とか誰も、普通さ、ああいうほら絵面でこう消したらさ、普通本当はキープしとくもんじゃん。ああコピー取るなりなんなりね。キープしてないよでもこれはお前が信用してこいつら勝てるって思ってやっと返したんだろ。信用さん、でも帰ってきたらすごいや。帰ってきたらお前が信用したやつや。島さん、ありがとうございました、おかげで助かりました。これさらに上乗せで、上乗せとかいいね。一抹の不安を抱きながらも内村は人を信じて24時間テレビの番組内でこの10人を待つ。この番組は